動画を見ていただいている皆さん、よろしくお願いします。私が八つ田病院の藤井と申します。今日参加してくれているオーディエンスの、この画面に映っているメンバーは八つ田病院の医療マネジメント職として実際いろいろ頑張ってくれている皆さんです。お願いします。で、今日はそのうちの医療マネジメント職とはっていう内容でお伝えができたらなと思っていて、通常入職時に、事前に説明するような内容になっています。この画面が映ってますかね、皆さんの。はい。で、八つ田病院に、の事務部は全員こう医療マネジメント職というようなタイトルで、採用させてもらっていて、どんなことを目指しているのかってことで言うと、病院とかヘルスケア系、介護職とか介護施設とかですね、そういった、経営ができる人で、その経営のプロフェッショナルとして事務員を育成するよというような目標を立ててます。で、プロフェッショナルって何なのかってことなんですけど、まず一つはこう知識面、例えば診療報酬のこととかシステムのこととか、そういったことが分かるのはもちろんですよと。さらにこう頭でっかちで分かるとかだけじゃなくて、実際実行すること、習慣する、患者さんを集めるためにどうすればいいかってことが分かっているのは当然だし、じゃあ本当に患者さんを集めてこれるかとかですね、採用人できるかとかですね、そういった実行する能力を持ち合わせた人を、プロフェッショナルと呼びますよとしております。で、最後にそれが組織問わずにできるということなんですけど、うちの病院の中でできて当然で、さらにこう地域の医療機関から経営支援してって言ったらお手伝いできるだとか、全く全然違うエリアから、こんな状況で助けてほしいんだけどって言われたら経営できるように、そんな意味がこう組織を問わずってことですね。うちの病院じゃないところでも成果が出せる人がうちの最終的にゴールで目指しているところになります。で、じゃあそれどうやって達成するんですかっていうことなんですけど、医事課と総務課っていう大きく分けて2つの課があるので、そこをジョブローテーションしてくださいよということで、その数年かけてジョブローテーションしていくことで、いわゆる病院の事務部がやらなきゃいけないことを一通り知ってくださいねということです。で、例えば医事課でも例えば3年ぐらいいるとして、3年間ずっと同じことをやりますかってことはそんなことなくて、受付からこう請求業務とかですね、介護の請求とか届け出とか、こういったことを次々にやっていってもらいます。なので、もう短いと半年とかそのぐらいで次の業務にすぐ移ってもらうということで、一通りこうできるようになったら次というような形で、逆に言うとそこの知識すごい深く知ってるかってそんなことないかもしれないんですけど、それでも全体視点が持てるというようなところ、でそれを最短3年から長い人は5年ぐらいかけて、維持課を知ってもらって、その次総務に行きましょうねと。で、総務だとこう庶務経理という経理系の話とか人の採用とかですね、そういったことで一通り必要なことを実務レベルで知ってもらいましょうと。で、IT とかリクルーティングみたいなところになると、さっき言った電子カルテを導入するとかですね、保守管理を見直していくだとか、あとウェブサイトを運営するとかですね、そんなことで、リクルーティング活動になってくると学校訪問とかですね、就職相談会、そういったことがこう自分で回せるようにしていくってことですね。で、総務領域になってくると建物とか設備とか、あとは救急搬送とかそういったところですね、災害時対応とかですね、そういったことがこうできるようにしていくのがここの部署になります。で、合わせて3年から10年ぐらいかけてジョブローテーションをどんどんしてもらって、全体像がつかめるようにしていきましょうと。で、合わせて柱となっているのがこのマネジメント研修ってやつで、一つが事務長である私にこう OJT でついてもらうってことですね。それで銀行の交渉したりとか、医局に訪問したりとか、そういったことをこう肌で感じてもらって、意外に大したことをやってないので、その大したことやってないなみたいなことをちゃんと実感してもらって、自分だったらこうやるよみたいなことをこう学んでもらうような機会を月に1回作るのと、あともう一つがオフ JT って呼んでるんですけど、
座学というか勉強の場ですね。まあ、日常業務から外れてもらって半日かけて、まあ、いろんな働き方についてとかロープレーとか知識をこう共有するとかそういった場になります。半日みんなで、勉強したりしてます。ちなみに今日はそのオフ JT の終わった後にこの録画を撮っている感じですね。で今ちょっとできてないんですけど、できればこう現場体験ってことで、その事務部の中だけじゃなくて、まあ、年に1ヶ月間ぐらいはいろんな部署に回って、いわゆる医療の現場でどんなことをやってるのかとか、そういったことを知ってもらうっていうような機会も作っていけたらと思ってます。これが例えば今日やってるマネジメント研修とかでテキストを輪読してるんですけど、こういった領域ですね。まあ、病院の経営についてだとか、まあ、本当に完全に経営で MBA のこうマーケティングとか、まあ、クリティカルシンキングとかですね、こういった類のキーワードになります。ただ中小企業の、中小企業診断士の経営とかも、テキストなんかも非常にこういいかなと思っていて、まあ、この辺の類のキーワードに、興味あるなとか、いう方であれば、まあ、うちの医療マネジメント職としても結構こう前向きに取り組めるのかなと。逆に言うとこの辺ちょっと全然興味ないんだけどってなっちゃうとなかなか合わないかもしれない可能性があるかなと思います。でこの辺が働き方研修みたいなのでやってる内容なんですけど、まあ、例えばどれでしょうね。グリッド力とかで言うと、成功に必要なのは才能よりも継続する力なんだよみたいな感じのことをこう1時間ぐらいかけてお話ししたりとかディスカッションしたりとかっていうようなことを、まあ、月に1回やっているということですね。はい。で、まあ、その、まあ、6年から10年に関しては、そう、まあ、さっき言ったジョブローテーションとか勉強会とかを通して、まあ、医療経営のプロになってもらいましょうと。で、まあ、先輩たちにどんどん教わって、逆に言うと次の人に教えて、次の仕事をやるみたいな感じでこう回っていってもらいます。でそれを一通りできて、まあ、ある意味全員事務長宣言みたいなことを言ってるんですけど、まあ、みんなが事務長と同じような視点が持てたら、まあ、次のフェーズに行きましょうってことで、もちろんその残っていただいて、ぐるぐるいろいろ回ったけど、やっぱり時間をが興味があるからそこで深めていくとかっていうようなことも全然 OK ですし、まあ、あんまりここの給料面的にもそんなに高く払えないので、まあ、そのせっかく得た力を元に経営コンサルっていうかですね、経営支援をやっていくというようなところで他の病院とか医療機関を介護施設とかをこうサポートしていくっていうような場も準備しています。もしくはもうそもそもどっかの病院の事務長になるとかですね、管理職で転職するとかっていうこともウェルカムかなと思っています。今結構こんな活動していくと街づくりのこととか IT のこととか海外の事業とかそういった話も出てきているので、こういう経営のことを学んでればですね、こっち側の領域でも十分通用するかなと思っていて、そんなような分野に進むのも全然ありかなと思います。これがその医療環境総研っていう株式会社を作っていて、まあ、そちらに一通りトレーニングが終わった方は移って、いろんな多方面というか地域を超えて経営をしていくってことも可能です。ざっくりと、まあ、こんなスタイルなのが医療マネジメント職なんですけど、なんか皆さんの聞いてくださってる皆さんの方から、この辺はどうなんだとか、ご質問とかがあれば、ここはどう？携わったことない人でも大丈夫でしょうか？はいはい、よくあります。全然医療の未経験者でも大丈夫ですかってことなんですけど、結構この医療マネジメント職の半数近くっていうか、結構医療を経験しないできた方たちもいらっしゃいます。で、実際それで5、6年うちでやって、今は経営支援をやってるような方もいらっしゃるので、全然もう未経験だとか、それこそ、なんだ、観光業から来た人とか、お弁当屋さんから来た人とか、もしくは逆にこう、医療の資格を持ってる方、
もいますので、まあ、そういったいろんなバックグラウンドの方でも全然大丈夫です。オジェティは基本的には私に、まあ、事務部長についていくという形なので、私のこうスケジュールが誰でも職員見れるので、その中からこの会議には出てみたいなとか、こういったのには参加したいみたいなみたいなのを選んでいただいて、まあ、それで、ちゃんと仕事として、まあ、ついてきていただくというようなのが OJT になります。まあそうですね、事務長視点が持てるのにどのくらいの期間が必要かってことなんですけど、一応私がその、事務長になるまでかかったのが9年ぐらいかかってですね、ただそれを、もうちょっと短く伝えたいなって言ってるのが今回のこのプログラムになるので、ある意味最短6年5、6年ぐらいでそういった視点がつくんじゃないかっていう想定で動いているものですね。結局私が失敗したこととかっていうのはどんどん伝えるし、逆に言うとうまくいったことも伝えるので、まあ、その辺を端的にキャッチアップすると、まあ、私がかかった時間よりも短くてそういう視点つくんじゃないのかなっていうような視点で、考えた仕組みになります。はい、じゃあ以上です。ありがとうございました。なんか興味があったらぜひ、連絡をしていただけると嬉しいです。